皆さんこんにちは、中丸銀河チャンネルです。さあ本日のゲストはキング&プリンスの高橋海人くんですね。はい、この日はですねプラスアクト雑誌の取材日でしたね。はい、その撮影が終わった後ちょっと話してみた。皆さんこんにちは、中丸銀河チャンネルです。今回はですね高橋くん来てくれました、はい、お願いします。お願いします。お願いします。いや今回もちょっとね1時間ぐらいね話させてもらいましたけれども、はい、紙面の方ではねちょっとその今どんな感じかっていう話とか、あとまあグループのこともちょっと聞いたか、そうですね、あとお芝居のことか、はい、いろいろ聞きました、ね、はい。いやだから高橋ってさ、なんかもともとさ、はい、優しい人なんだろうなってイメージはあったのよ、はい、話してみて、はい、思った通りで安心しましたなんか、あ、本当ですか？安心しました。あのイメージ通りで、そう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 、あ、よかったです。そうそう、今日大丈夫でした？なんか撮影自体ですか？撮影とインタビューと、インタビューと、いや楽しかったです。なかなか、でも僕もあんま事務所の方との交流みたいなのがなかなかなくて、うん、あ、意外とない。そうなんですよね。なんかそこまでこう広い顔を持ってないというか、ほう、それは仲のいい先輩後輩みたいながあんまないってこと？なら、よくしていただいてる方いるんですけど、なんかよくそうみんなで年末集まったりとか、うん、なんか大きいことがあるとみんなで集まったりするじゃないですか、うんうん、そういう時になんか一人ずっと端っこにいるタイプなんで。あ、そういうタイプね。はい、あれ、それ元旦のライブイベントとか、そうそうす、年末の歌番組とかそういう話だよね、うん、はい、そういう時こうみんな結構最近どうよみたいな感じで喋ってる時に、はい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 、一人でなんかそれを会話聞いて、うん、一人でみたいな感じで笑ってえ、仲のいい先輩後輩あれ今近いと千賀くんとか、千賀くんもそのなんかこう絵の話とかそういうお互いになんか興味があって、でそういうので最近なんかこういうのあるらしいよみたいなの、なんか情報交換みたいなので盛り上がってますね。あ、そうなんだ。千賀って何、年齢とかさ、だからデビューで言うとさ結構差はない？キスマイの方たち5年ぐらい、みんな先輩です、はい、そうだよね、それぐらい先輩だと思います。昔からなんかいいの？昔からなんか気にかけてくれてはいて、で大人二十歳になってから、うん、その一緒にお酒飲み行ったりとかそういう機会もあってなんかよくしてもらってる。確かになんか千賀も先輩ですね。なんかさアートのイベントやってたよね、はい、やってました。台湾でイベントやったりとかして、うん、そうなんだ、はい、個展開いたりとか、なんか結構なんかこう千賀くんが結構絵をがっつり最近やってるんだよっていう時から知ってて、うんうん、結構なスピード感ですごいことやってるなっていう、うん、あ、そうなんだ、はい、個展も行かせてもらったんですけど、台湾、ジャパン、ジャパン、はい、日本のやつ、あ、日本のやつ、はい、あ、東京とかでやってたんだ。やってましたね。あ、そうなんだ。表参道でやってて、それも見させていただいたんですけど、ごめん、おい、これ高橋に聞くことじゃないかもしれないけど、千賀ってどういうあれやってんの？デジタルですね。あ、デジタルの？デジタル。キャラクターを、キャラクターですね、はい、キャラクター産んで、そのキャラクターで結構いろいろ展開して、グッズとか、グッズとかも、はい、あ、そうなんだ。あと、あのフィギュア作ったりとか。へー、結構自分もそっち系が好きだったんで。ね、そうだよね、はい、さっきあの話しましたけど、かなりアートとかね、そういうものが、まあもちろんね、漫画とかほら、絵は、はい、得意なの知ってましたけど、はい、高橋もじゃあ今後もしかしたらそういうキャラクターとか、うん、まあなんか生んでみて、そうですね、もしかしたらそっちでもちょっと活動しようかなみたいな可能性もあるんじゃ。そうですね、なんか自分が、あ、結構生み出したなって思ったらみんなに見てほしいって、まあ、そりゃそうだよね、みんなに見てほしいって思ったタイミングで、うん、もしできたらやりたいなっていうふうにはずっと思ってるんですけど、うん、いやでもこれあの紙面見てもらえたら分かるんですけども、高橋くんはあれなんだよね、ちょっとあんまり必要以上に追い込まれるとちょっとあんまダメなんだよねそうです、ちょっと自分の、はい、自分のスピードでやらせてくださいみたいな、はいはい、のが一番ベストだからね。そうですね、なんかそう期限とかそういうのが結構怖いタイプですね、はいはい、なんか宿題とか、うん、夏休みの宿題とかずっと怖かったタイプなんで。夏休みの宿題怖かったんだ。そう、時間に追われるっていうのが怖いんですよね、なんか。ああ、まさに締め切りだもんね、あれね。そうです、そうです。
ちなみにその、まあ、例えば小学生の頃の夏休みっていうのはその宿題はどんな感じで仕上げてたんですか？母親と合作でしたね。言っていいやつそれ。いやもう時効だと思ってます。あ、そっかそっか、はい、小学校とかの時。中村くんもその時間とかそういうのは結構苦手なタイプでした。期限というか夏休みの宿題に関してはめちゃめちゃ苦手だったけれども、でもなんか結構そういうのの整理というか、うん、なんて言うんだろう、こう的確にこうなんていうの、スケジュール立てていくのとか好きそうですよね、うん、なんか見た目で判断してますよ今。いやでもそのスケジュール立てるのは得意じゃないんだ多分。あ、そうなんですか。締め切りは得意でも、あ、それに間に合わせるために、そう、なんか締め切りギリギリでやるっていうよりもそのどれだけ余力残してっていうか、はい、なるべく前倒しでやることになんか快感覚えちゃって、あ、だいたい、まあ、1ヶ月後のここまでに書いてくださいって言われても、はい、ああそっちはそう思ってんのねって思いつつも、はいはい、それを1週間で終わらせた時に相手のリアクションもあるわけじゃん、はい、それが気持ちいい。別に1ヶ月後っていうのは舐めてるわけじゃないですからね。あ、そうそう、まあ、中丸くんはこんぐらいだろうなっていうわけじゃないですか。まあまあそうだけど、はい、そうそうそう、だから締め切りは得意なのよね。そこに気持ちよさを覚えてるんですよ。そう、めっちゃ強いですねそれ。その点だけね、自分の予定組むとかは別よ。、はい、あ、そうなんですね。ここまでにやってねに対してだけ得意。僕もなんか、いや僕は、うん、そうなんかその瞬発力みたいなのが好きなんですよ。なんか自分のやべえの思いついたみたいな。おお、今降りてきたやつ。あ、そうそうそう、それを愛しすぎて時間が怖いですね、うん、なんかその時間にこう限りがあるってなると、うん、なんかそれにいっぱいいっぱいになっちゃって、うん、なんか何も生まれなくなっちゃうんですよ。ああ、分かった分かった分かった。時間気にすると生まれるものも生まれないってやつだ。そうそうそう。ああ、フリーな時にこそ降りるやつね。はい。おお。そうなんですよ、ね。なんかそっちすぎちゃって、うん、適当にこう、うん、その進めていくみたいなのが難しい。だまあ結果それが一番なんだ、その効率がいいっていうか。はい。逆にそれが一番自分の中ではベストなじゃあやり方なんですね。そうです。自分のペースでっていうのが生まれた時によっしゃみたいな。に快感があるんだ。はい。なんか最近それが多くて、あ、そうなんだ。なんか今来てるなって思ってますね。あ、昔からじゃないの？いや、なんか、時期によりますね。あ、なるほど。はい、生まれない期もあるし、最近はそういうなんか想像がいっぱい膨らむから、うんうんうん、そういう絵描いたりみたいなとか、うん、なんか音楽作ってみたりとかそういうのが楽しいみたいな時期ですね。いや、これもあのさっきのインタビューで知ったんですけど、高橋くんはなんかすごくそのまあ表現者といいますか、ね、漫画も描くし、で最近だとキャラクターも生み出すし、で、まあ、なんか時間が空いたら音楽も作るそうなんですけど、だそういうのもじゃ時期によって、まあ、なんかまちまちなんだね、じゃあね。そうですね、なんかこうグッグッグって、おー、もうなんか多趣味すぎちゃって、うん、なんかカメラめっちゃ楽しいやんってなったらもうカメラなんですよ。あれ今日さ、入りの時カメラ持ってなかった？一眼レフかなんか予約してたカメラが手に入って。あ、そうなんだ。そうなんですよ、今日。あ、帰宅する前に開けちゃったタイプ？そうそう、待ってなくて。少年じゃん。はい、ウキウキしちゃって。ウキウキしちゃってさっき開けて。あ、そうなんだ。はい、カメラもあれなの？カメラももうカメラはどっちかというと本当趣味程度というか、なんかなんていう、機械がかっこいいから。あ、見た目もね、はい、うんうん、で触ってると楽しいし、うん、みたいな、そういうのでやってますね。それでたまにいろいろ街なのか人なのか撮って、はい、撮って、例えばインスタか分かんないけど、あんまり自分の写真上げることはないですね。あ、本当にもう自分の範囲の中で、はい、わーいってなって。へー、でもなんかこう写真バーッ撮るの楽しいみたいにガーッてなると、うん、他が結構おざなりになってしまうという。で感覚タイプだよね、だからね、もうその時にこれがやりたいってなったら集中めっちゃ高まるし。そうですね、なんか他のことを忘れちゃうぐらいの。え、でもさ、写真に関してはさ、その撮りたまってくわけじゃん。はい。ってなると、なんか幾分固まったらさ、なんか世に出したくなりそうだけどね。いや、なると思いますね。はい、なんか僕がなんか理想とする個展っていうのは、うん、なんか絵だけじゃなくて、うん、写真だけじゃなくて、うん、なんかもう自分のなんか想像する表現の全てを積み込みたいっていうのがあって、そうなんだ。今はまだ貯めたいなっていうのでやってないっていう感じですね。ああ、そういうことか。一個、はい、まあ一応一つの目標としては古典的なものがあって、はい、じゃあそれに向けてあれか、今蓄えてるものとかやってるものが、まあ、計算してじゃないけど、はい、
まあ、なんかそれなりに膨らんで溜まってきたら、はい、ドンで出そうとしてるわけだ。そうですね。なんか写真だけで上げちゃうと、なんか今までずっとなんか大事に大事に温めてた自分のこの絵とかっていう要素がなんか悲しい感じになっちゃうじゃないですか。うん。うん？そのなんか泣いちゃうというか。わかります？正直に言うけど、わからん。そうですよね。もう日本語ってめっちゃむずくて、そもそもの話なんですけど。わかるわかる。日本語難しいよね。そうなんですよ。一回聞いて。だから自分が結構いろんな要素を結構好き。うん、いろんなその表現っていうものがめっちゃ好きなんですけど、うん、その中で写真だけで個展やりますみたいになった時に、うん、なんかその自分がずっと好きでいるなんか絵に対してなんか裏切っちゃう、うん、ああごめんごめん理解できた、そういうことね、分かった分かった、なんかそういうのがあって、優先順位っていうか順位ついちゃう、ね、あ、そうなんですよ、そう、それが嫌で。でも好きなのは全部好きだしってことだ。そうです。ああそういうことか。そう、なんか友達みたいな感じです。ああ、どっちかというと感覚がそういうことなの、はい、みんなで一緒に行こうぜみたいな、はい、ができたら理想ですけ ど、 なるほど、まだ分かんないですけど、はい、まあ、でも分かんない、その、ね、どのジャンルがどれほどやってるかはちょっと分からないですけど、その気になったら来年にでもみたいな感じなんじゃないの。うん、まあそういうお話があればなんかこう動こうと思えば動けると思うんですけど、うん、なんか自分的には、うん、その今だっていうタイミングがありそうな気がして。ああ確かに確かに、はい、ああいうのなんか不思議だけどあるよね。あると思います。グループの周年と例えば自分の年齢と、まあ、入所日なのか、はい、なんかが全部重なっちゃったみたいな、あタイミングとかなんか分かんないけど来るじゃない、はい、なんか分かんないけどそういうタイミングでもしかしたらじゃあなんかあればいいなっていうふうに思ってますね。なんかそれでその自分のことを好きでいてくれてる人たちがなんか楽しんでくれたらなんか一番嬉しいというか、はい、いやもう本当にインタビューでも、もう 2,3 回言ったんですけど、高橋くんめっちゃアーティストっすね。いやぶってるだけっすよ。ぶってるだけ、ぶってるだけだと思います。めっちゃ普通っす。なんかいやその時その時の感性がすごいなってちょっと思いましたね。本当っすか、うん、ありがとうございます。5月23日に自分たち CD、はい、お、え、出る音楽の発売になります。おお、そうなんだ、はい、タイトルがハーフムーンとムーブっていう曲の、うん、両 A 面なんですけど、両 A 面で、はい、うん、この作品がムーブっていう曲が自分が出させてもらってるドラマの主題歌で、はいはいはい、ハーフムーンが永瀬がやってるドラマの主題歌、うん、うわー、そしたらめちゃくちゃあれじゃ ん、 いい、またね、1枚に。じゃあそうですね、なんかそれぞれのなんかドラマとの親和性も高くて、うん、自分たち的にも結構こだわってカップリングだったりとかも作った曲なので、うん、あ、カップリングも結構じゃあメンバー2人で結構言うんだ。あ、そうですね、はい、なんかよりその気持ちが強まって今回の作品はすごいなんかみんなで丁寧に作ったなっていう感じはありますね。 PV はもう撮ったの？撮りました。踊ってる、はい、踊ってます。どんな曲踊ってるの？ちなみにムーブですね。あ、ムーブか、はい、へー、楽しみだな。そうですね、なんかこれからのキンプリどうやって行くんだろうって思ってる人たちに、うん、なんか結構名刺として渡せる感じはありますね。こっちもやりますみたいな。おー、なるほどね。そういうのを狙いとして作ったわけだ。そうですね、まあなんかこう自分たちは結構ジャンルにとらわれないというか、いろいろできるもんね、多分ね。そうですね、なんかそれも武器だと思うので、うん、なんかみんなが求めてくれるキングアンドプリンスもやりつつ、うん、自分たちがこういうのどうって提示もできるグループだと思うので、うん、なんかそこの良さをちゃんと生かした作品になってるなというのは思いますね。うわー、なるほど、はい、じゃあもしかしたらもう予約受付中なのかも、ね、だと思いますね。5月10日ですね。そうですね、はい、じゃあちょっともう気になる方はぜひちょっとチェックしてみてください。はい、でも僕なんかこういうなんかそのアートとかそういう話をファンのみんなが聞いてくれるような機会初めてです。あんましないの？あんましてこなかったですね。へえ、はい、好きだったら言いたくなるの？いや、言いたくなったりしてたんですけど、うん、なんか言う機会があんまなかったかもしれない。あ、意外とないのか。はい、あとなんか急に出してみんなに なんかまた変なのやりだしたみたいな感じも心地よくてあ、そうね、はい、うんうん、それで言わなかったっていうのもあるんですけど。え、いいの？あのブラスアクトで言っちゃったりとか、この動画では喋ってることは別に構わないの？
内緒にしておきたいみたいな。内緒にしててもらっていいですか。嘘だろ。もうだいぶ撮ったぞ。アートに関して。いや、そうそうそう。いや、嬉しいです。なんかなかなかその自分のことを知ってもらおうっていうのが苦手で、あんま自分の話をするのが苦手なんですよ。そう。だからなんかいつもなんか絵とかで表現するの好きだけど、自分ごとになると違うの。そうそう。なんか日本語使ってこうやって伝えるのが難しいから、なのでなんかすごい聞いてもらえて嬉しかったです。本当に？はい。そのさ、イラストってさ、見てもいいの？もしくはこれ乗っけてもいいの？あ、全然大丈夫です。いいの？はい。あ、最近インスタでやってる、うん、あげてんの？はい。あげてんだ。あげてます。なんかこういう感じとか。めっちゃ可愛いんだけど。はい。あれイメージと違うわ。ハマってて。最近がってこと？これもそうっすね、これ。これ自分でやったの？これは自分の作ったキャラクターで。めっちゃ可愛いんだけど。キモキリンって言うんですけど。キモキリン？はい。それはなんで？キモいキリンってこと？そのなんかこう色使いというか、まあ、ちょっと独特しいよね。エキセントリックな感じでやってて、うん、それがちょっとキモいなっていうのでキモキリンしました。おお、面白い感性だね。でもね、あ、これっすね、これ。あ、可愛い。はい。へ、これはなんか自分で勝手に T シャツ作ったりとか。マジ？はい、して一人で楽しんでる感じですね。へ、あとはその辺でさっきインスタにも上がってるの？これ、あ、上がってます。それインスタの画像をスクショして載せてもいい？あ、大丈夫です。これ最近なんか作った。どういうこと？あ、すげえ、やば。はい、アニメーション作ったやつだ。そうす、なんか自分で作ったキャラクターが動いてほしいなと思って。すごい、そんなことやってんだ。はい。めっちゃ怖くない？そもそもの話すると、これは仕事の帰り道に変な卵拾ったんですよ、うん、それは現実の話？はい、うん、ま、道で卵拾った拾って、うん、でそれを家に持って帰って、うん、で温めてたらこいつが生まれたっていう、想像ってこと？現実です。え、本当に？はい、なんか日記みたいな感じで、うん、こいつ拾ってきて生まれて育っていくっていうのを、うん、ずっとやろうと思ってて。やろうと思ってて、まだやってないと思う。やってます、もう載せてます。もう生まれて。あ、生まれてるんだ。はい、っていう設定。現実です。ちょ、ごめん、分かんないから俺あのインスタ見るわ後で。どういうことか一回確認するわ。現実っす。あー、アーティスティックだね。そういうことか。これはあの撮影現場に連れてったら走り出したっていう。あー、分かった、分かりました。僕がやってること、ね、やりたいこと分かった。いや、おもろいな。なんかおもろい。なんかあんま会ったことのないタイプだな。本当ですか？うん、なんか不思議な感じする、こっちも。あ、本当ですか？なんかよく言われます。なんかすごいなんか独特で感性が尖ってるっていうか。そうですかね。優しいけど感性尖ってるみたいな。あ、嬉しいですね。とかあるね。なんかちなみに今日この後家帰るの？この後はその9号っていう作品のドラマね。はい、うん、ドラマ一緒に撮ってた男子メンバー、うん、あで、みんなで集まって1話見る。あ、いいっすね、いいっすね、はい、なるほど、同時視聴するみたいな。そうです。というわけで今日のゲストはキンプリの高橋くんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、呼んでいただいてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。すいません、ありがとうございます。